どうも、マセキの浅草キッド、エルカブキのエルウダです。どうも、デロニアイシです。ということでね、はい、昨日ラママ新人コント大会という渡辺正行さんの、主催してライブに出させてもらったんですけども、370と数えてましたよ。あ、何がですか？回数。あ、回数ね、はいはい、ざっと30年ぐらいやってますよ、はい、そうですね、まあ、同い年ぐらいです。1986年ぐらいからやってますから。そう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 。まあね、昨日帰りにね、打ち上げが終わった後に、はい、渡辺正行さんに肩を叩かれて、ウケろよって言いながら、で、僕たちは昨日笑いの量が少なくて、10人面白くないと思った人は手を挙げたら強制終了してしまうコーラスラインというコーナーで、数少ない強制終了組に入ってしまいまして、そうですね。で、その後にね、え、そんなに今日10人もセンスのない客が来てるんですかつって、それも受けずというね。でね、素直なお客さんたち、素直なお客さんで、心の綺麗なお客さんたち、楽屋でね、ユリアリクさんと実は写真を撮らせていただいて、あ、はいはい、で、まあ、ツイッターにも上げてね、 YouTube サムネにもしたんですけども、はい、で、僕の後ろにちっちゃくロビンフットのマーボーさんって方がこうカメラ目線で映ってたんで、で、僕ツイッター上げた時に、はい、ロビンフットのマーボーさんとって上げたんですよ、はい、そしたらマーボーさんそのツイッター見つけたみたいで楽屋で、はい、おい、あれどういう意味や、いやいや、マーボーさんが映ってるじゃないですかって言ったら、ああ、そういうことか、まあ俺が猿や言うてんちゃうのな、深々と頭を下げてダメだよ。マーボーさんね、ちょっと怖いんですよ。ちょっと怖いです。一番怖い時の清原にちょっと似てるんですよ。で、マーボーさんはね、ちょっと僕もね、どこまで行ったら怒られるのかなっていうので、ちょっと僕もね、でもね、まあまあめちゃめちゃ お笑いをやります。本当は優しいんですよね。優しい、優しい、いい人です。で、そんなことがあって、で、その写真をサムネにしたものと思って作家に送ったの、はい、そしたらまさかの作家が、で、俺サムネのタイトルを、ユリアリクと初遭遇にしてたのよ。あ、はい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 。で、多分関係ない人の顔が写ってると思ったのか、麻婆さんにモザイクかけてるんだよ。俺今無駄に緊張してるというね。余計怒られんじゃないかと思ったけど、でも作家にはいつも、関係ない人の顔はちょっとごめんぼかしてくれるっていつもお願いしてて、はいはい、俺は今回逆にぼかさないでいいよって送るの忘れてたという。なるほどね。これはなかなかですね。そしてね、昨日僕本当のファイナリストに、モザイクかけるというね。で、ツイッターの方にもね、コメントいただいてまして、そのラママ新人コント大会のコーラスラインというコーナーは、はい、もう数々の先輩もそこをくぐり抜けてきてますよ、頑張ってファイティングみたいなの来たんですけど、はい、それは歴史の教科書みたいなもんで、はい、やっぱ美しい話の部分ですね、それは。はいはい、私たちも結構長いこと出てるじゃないですか。まあそうですね、ほとんど出ずに、ちゃんと売れてる人もいっぱい知ってますんで、それは違うぞってことはここでちゃんと言い返した。だけどラママで通って売れてる人もいるし、たくさんいるからね。でもラママにずっと出てたけど辞めた人もいるし、いるしね。そう、それはね、そう、ラママでリーダーが来れない時にいつも代わりに司会して捕まった人もいるし、まあ、誰もハッケ、当たらずもハッケみたいな、いろんなことがありますから。もうそんなね、そうそうですよ。だけどまあずっとお世話になってるライブなんで、まあね、また機会があれば、挑戦させてほしいなと、ね、思いますけども、ちょっとね、ラママ出身とこを、テレビとかで紹介されて、はいはい、でその後その方に会ったら、俺1回しか出たことないよ、ね、っていうのもあるから、はいはい、いろいろですよ。何がその1回で掴んだ可能性もありますから、ね、ただ我々なんだかんだ10回ぐらいいろんな形でお世話になってるんで、そうですね、もう正真正銘ラママ出身ですね。出身ですよ。だって僕リーダーの横でご飯食べたことあるんですよ、ね、そうですね、二次会も行ったね。二次会行ったんですから、すごいことですよ。いや、お、ね、言い方でね、はいはい、いや本当にね、俺らみたいな全然無名の芸人によくしてくれる、あんなね、こういろいろね、お客さんにこう罵声っていうかね、うわーってやったらね、ダメだよとかって言うと、結構ニコニコ、ね、後で怒る人もいますけど、リーダーは帰りに受けろよってね、肩叩いてくれて、叩いてくれたね。あとね、前もここで喋ったけど、前説でね、他の番組の前説行ったら違う番組でリーダー来られてて、で、リーダーだと思って挨拶しに行って、あ、リーダーちょっと俺、僕ら別の番組の前説で来させてもらってたら、前説かいっつって、カメラ回ってないところで壮大にこけてくる。優しかったですよ。いいですね、もうこけて膝怪我しないようにね、俺がそこに赤信号をね、覚えておこうかなっていう、そういう説もね、いいね、ありますけども、ね、はい。おじいちゃんも優しいですね。おじいちゃんって言うな、ね、丸くなる、ね、優しいです。そしてね、はい、今日宇多田ヒカルが、歌姫に疑問。歌姫、はい。ダウ使い姫素敵というね、まあこういう見出しなんですけども、歌姫なんて宇多田ヒカルさん言われてましたよね、もう。言われたかな、シンガーソングライダーの宇多田ヒカル、過去36が、歌姫という表現に疑問を呈した。11日に放送された TBS 系歌のゴールデンヒット昭和平成の歴代歌姫ベスト100では、女性アーティストたちの歴代シングル総売上枚数ランキングを発表、1位は、AKB48、 2位が浜崎あゆみに大差をつけてのトップだったが、メンバーが入れ替わる
グループが1位となった結果にネット上では疑問の声も上がっていた。宇多田さんは7位でランクインしていたが、うん、15日更新のツイッターで、うん、歌姫って何なんと歌姫という表現に違和感を抱いている様子。あ、なるほど。平成の歌人枠とか、うん、平成のダウ使い姫、枠とかあったら素敵と綴ったと。ダウ、ダウっていうのはね、ちょっと分からないように調べたんですよ。あ、はい、ダウ。そうしたらね、なんかこう平成犬物語バウは僕知ってるんですけど、ね、あ、そうですか、はい、何ですかあれ、それ、はい、何、犬の漫画ですね。昔やってますよ、犬版のベーブみたいなことですか。そうですね、はい、そうです、そんな、まあそんな感じだな。なんかね、ダウっていうのは、なんかパソコンを使って音楽を作れる、何なのこれ、ツールだと。パソコンを使って、あー、 DAW、 あ、言ってしまえばあれ、あれ、あの、はい、昔は小室哲哉さんがやってたような、機械で作るみたいに言ってましたよ。あ、そうかもしれないね、うんうん、DAW ですからね。あ、なんか新しいインディーズのプロレス団体じゃないですかねDAW じゃないですかねわー、大仁田さん似合うな。デジタルオーディオワークステーションと、うんうん、デジタルオーディオワークステーションというところですけども、ダウ姫、歌姫、うん、あ、でもなんかね、歌姫だとなんだろう、アカペラみたいな感じに思っちゃうの、なんだろうね、なんかこう、からんな、あれじゃない、気恥ずかしいじゃない、ちょっと、ね、いや、歌姫てみたいな。でだけど、あれ、もともとはディーバでしょ、アメリカとかだったらディーバじゃない、ディーバ、ね、ディーバは多分、歌姫とかそういう感じじゃない、姫か、姫か、そうか、姫だね、ディーバって、ね、おう、だから、だって、俺、新しいの考えましたよ、なんですか、だから、音姫て、これから、どうですか、音を流す。俺さ、うん、たまに男子トイレにあるさ、はい、個室のさ、男子トイレにあるさ、うん、乙姫ってさ、はい、あれ邪魔だね。ある、俺はあんまり覚えてないな。多分ね、どっかのライブ会場1個あんだよ、男の、あ、兼用のとこじゃなくて、兼用なのかな、あれ、もしかしたら兼用かも、1個しかトイレがない劇場もあるじゃない、そこは兼用かもしれない、兼用かもしれない、うん、男がないでしょ、なんかちょろ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 ってお風呂落としてさ、なんつーの、最初獅子落としみたいな、そう、はいはい、みたいな思って、うん、で俺最初だから水のタンクかなと、うん、もしくはもう俺気づかないうちにおしっこ垂らしてんのか、あ、はいはい、自分でも知らないうちに、ね、自分でも知らないうちに漏らしてんのかと。だ、本当にね、その我々まだね、これから売れていかなきゃいけないアイドル漫才師候補としては言いづらいんですが、うん、ディーバと最近ね、おしっこした後に、例えば外の公衆便ですか、タッチションするじゃないですか、タッチションした後に、まあ、うん、何が悲しい、しまった後にちょっと出るんですよね、最近。あ、来ましたね、やばくない、来ましたね、ついに。だから今めちゃめちゃ切ってますよ。来ました、ついに、まあ、35、俺かラーメン屋の店主かってぐらい切ってる、湯切りぐらい、おい、やめろラーメンを冒涜するんだね、ラーメン屋のね、息子でした、でも35だろ、35来たの、俺も35でそれ来たのよ、4か、俺34かな、なんであれしまった後に出んの、あれ、いや、わが残念、その、ね、先に来るのがね、残尿感がすごい残るってよく言うじゃん、はい、それよりもめちゃめちゃ、ね、おしっこしたくて、うわ来た来た来たと思ってトイレ行くじゃん、はい、思ったより出ないっていうこと、衝撃を受けるから、そうあるかもね、思ったより出ないの。昨日ね、お会いしたゆりやりくのりくくんは人間でいうともう60過ぎらしいんですよ、上で、くしくもそのラママの、うん、司会のリーダーが63歳ということで60過ぎの共演っていうのもあったんですけども、なるほど、還暦意外とりくくんは、うん、もうそこ来てるかもね、おしっこキレ悪いでね、俺ね、勇気を出してユリアさんに聞いたんですよ。何ですか、ユリアさんに、日光猿軍団って DV だとかよくネットで書かれたりしてると思うんですけど、ああいうのどう思いますかって聞いたの。はいはい、ね、なんて答えてました、すごくない、タイタンのマネージャーいるところでそんなこと聞いた初対面で、そしたらね、そしたら、うん、いいこと言ってた、その、うん、実際どうか知らないよ、うん、いいこと言ってたのは、うん、もうそういう人は、あ、そういう人はもういくら言っても、もう分からないんですと、だったら24時間私たちの生活を見てって言うしかないんです。ああ、はいはいはい、でもなんか、はい、そうだよね、実際にやってる人しか言えない言葉、いや、そうだと思うんですね、だから俺も今年の24時間テレビもゆりやりく密着でいいんじゃないかな24時間もうびっちり、うん、びっちりいく、いや、それで終わりでいいかな、みやぞんとか走ってやつ大変じゃないの、じゃあリク君走る、いや、リク君もう家ずっとただ定点カメラ で最後あれか、うん、2代目リク君と、そう、2代目リク君が、うん、もしかしたらなるかもっていうね、うん、ことらしいけどね、2代目リク君と初合わせ、もう1個聞いたの、あ、何、噂で聞いたんですけど、うん、実はリク君知らない間に2代目に変わってるっていう説聞いたんですけど本当ですかって言ったら , 笑ってました、ね、あれ、あの笑い声だわ、ごまかしてるエリア51かリク君2代目説かがこれもう答えられないよ、3代目 J ソウルブラザーズならずね、うん、これ来たよ、2代目リク君、おー来た、これちょっと分かんないですよね、
わかるわ、ね、ちょっとどうだ、わかんねえよ、わかんないよ、わかんねえよ、俺さ、いやいや、なんかね、ちゃんとお話ししてね、うん、あの真摯に答えてくれた人のことは信用することに決めました、そうしない、そうしないとつながりを作っていけないから。でも日光ね、猿軍団のことはやっぱそうだね、はいはいはい、それはやっぱね、うん、俺ら楽しんでますから、はいはいはい、一応ね、あの昨日のネタの最後のオチで、うん、川崎麻世海也っていうのがあって、急遽思い出したのは紫ゆりやりくっていうね、紫太郎次郎の弟子であるからっていうの、はあ、そこに行く2分前に終わりましたね、ネタ10人手上がって10人手上がりました、もうちょっと我慢してできないのかいや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 、そういうあれだから、そういうコーナーだから、ちょっと我慢できないのかいいのよでちゃんと俺ら開始から40秒ぐらい明確に滑ってたし明確だった、明確でしたね、明確に滑りましたね。今日ね TBS ラジオマイナビラフターナイトという番組のこれから公開ネタ見せがあるんですけど、そうなんです、ね、ほぼ同じネタやるんで、どんだけ面白いネタで落ちたかみんな聞いておいてくれよそういうことだね、このオンエアされなかったら最悪だけど、うん、この負けん気大事だろ、ということでね、すいません、ね、ちょっとニュースね、あんま使わなかったですけど、そうですよ、明日から。じゃあ唯一気になったやつ言っていい、年代物ジーンズ万引き男を逮捕大阪っていうね、えこの年代物ジーンズ万引き男っていうのがさ、なんかこのキャッチフレーズを産経新聞がつけたかったのかなと思ってね、ちょっとなんかおじさんくさいね、年代物ジーンズ万引き、ヴィンテージとは言わないね、年代物って、そうですよ、だからもう太陽に吠える世代じゃないですか、ジーパンでかとかしてる世代じゃないですかなのかな、現代物の多分ね、なんだろうね、うん、うねえ、まあ、なんかね、はいはい、まあこのニュースもね、またちょっと扱ってもいいかもしれないですね、被害者に草薙くんがいるとかではないですか、ね、違うわ、あ年代物ジーンズ大好きだけど、しかいないな、でも草薙くんなんかが教えてくれたよね、あの年代物ジーンズは、うん、あの洗剤を入れちゃいけないっていう、あそうそうそう、なんか俺変に守ってジーンズを水洗いとかにしてるもんね。あ、ジーンズだけは俺も洗剤入れてないと思う。入れてないね、うん、なんかね。そうです。それはヴィンテージだけなんだもんね、多分。あ、そうだね。ちゃんと綺麗にした方がいいと思う。はい、俺普通のジーパンとして入ってるから、うん。はい。ということで。そうですね。はい、じゃあまた明日、お聞きなさってください。お願いします。